MMSK コーポレーションは大韓民国ソウル特別志向ランクに存在した韓国国内における三菱自動車の車両を取り扱う販売会社である。近年輸入車市場の拡大が著しい韓国において三菱自動車の主力車種を相次いで投入しユーザーの多様化するニーズに応えながら三菱ブランドの確立と浸透を図っていくことを目的に 日本の三菱商事、韓国、ソウルに本拠地を置く。韓国三菱商事、韓国、インチョンに本拠地を置く。大宇自動車販売の3社が手を組み2008年3月に設立された日韓の合弁企業であり、韓国国内における三菱車の販売とサービス、そして流通事業を展開していたが、2011年、経営悪化を理由に生産された。 しかし2012年3月、関心グループの創業者の老いが2011年末に設立した CXC モータースと販売契約を締結したため、再び韓国国内で三菱車が販売されることとなった。なお、その締結時には三菱自動車の社長、マシコ・オサムも駆けつけている。販売は2008年10月から開始され、2011年1月。 現在の取扱者種は以下、すべて日本からの輸入となる。三菱自動車はかつて技術与用目的に百9 7 3年にヒュンダイと提携して以来、韓国とは長い関係があった。デボネアやプラウディア及びディグニティなどの車は、ある種その集大成とも言えるだろう。しかしその後、ヒュンダイが大手自動車メーカーとして一人立ちした現在では、 ワールドエンジンなどごく一部を除き、三菱との関係はほぼ解無に等しい。2009年7月17日には韓国未発売のアイミフが MMSK 本社で披露された。ありがとうございます。